食べれる？食べるの？大丈夫？オッケー。食べれないところは全部食べれる？オール？はい。全部食べれるの？オール。フード。50バーツ。10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 0バーツ。50。50バーツ。Put your hand on the bar. Yeah, put the pick in my name. With you. Then? これは これは食べれる？さすがに。じゃあこれ全部ね、食べますよ。はい。食べる。見えないね。パイパイするけども、なんかカニの甲羅だけを食べてるみたいな感じ。尻尾も食べれるの？はい。オッケー。今やる。今ってこれそもそも毒がねあるもんね、これ。多分大丈夫。食べるね。でも食べれる？マダム。ありがとうね。いい誘い。取れてる？いい誘い。これは。昆虫と言いますかね、これね、コオロギ、カマキリ、あの匂いが食べた時にする感じが、うまいわ。そんなわけないやろ。これだけで今日はありがとう。お土産ってなんて言うの？おお、それ何これ？うまいね、これ。これはいくら？これは、同じ。あ、これにしてこれは、これのがいいわ。これ、ボタンどこ？スイッチ。これでいいわ。これもらうわ。これね、タイお土産ね。これがあるんですよね、これね。どうかな、ボタン押したらね。これがね、ボタンで音がね、出るんですよ。
ね、山奥まで、山奥で離島ですかね、これなんとか島まで来まして、そして夜は、海岸、海岸じゃないか、これ何だったっけ、トミヤムクン、この味はね、酸っぱい、この味は酸っぱい、この味は酸っぱいんですよ、これね、うん、でも美味しいな、良かったですよ、本当今回、この初日、グッジョブです。包みがあって、こう中がジューシー、トマトジューシーって、食べたら舌がとろけちゃう、舌がとろけたら喋れません、いや、とろけちゃう感じやね、これね、美味しいよ、グッテイスト、ね。トマトの巨峰、ありえないね、日本ではあれこれね、うん、ミスマッチやね、これ多分ね、はい、1000円で330バーツになるから大丈夫、5000円くらい、これ5年もやらないよ、あかんの、1万円なら大丈夫、これ1000円もやらない、1000円やらない、今この屋台で、こちらの屋台、ちょっとこちらの屋台映してもらえますか、あの屋台で、俺の行きつけですよ、このお店さんは、もう2といえば何っていう感じだけども、あそこで買ったんですけどもね、これは何でしょう、何でしょうね、これね、あ、これはコンビニ強盗した時に投げたら、あーつくやつやね、あ、ちゃうか、これちゃうか、やっぱ届きましょう、これ巻き応援にして、20バーツ約66円、66円でね、ケンタッキーフライドチキンなら66円では買えません、まあ少なく見積もっても68円はしますよね、食べてみましょう、うまい、うん、これは甘いね、これね、明日日本語喋れるかな、朝起きたらコケー言うたらどうしよう、しようか、うまいわ、10バーツ、日本円で約、33円ですか、焼き鳥1本33円、どんな味でしょう、うまいね、これね、うん、